ました。はい、じゃあ行きます。じゃあ、まあ、ゴール。はい。今日はブロック搭載です。こんな大きいもの見たことないです。続編ですね。なんかどんな内容になるのかなと思ったんですけど、まさか中学生の時の私がまた出てくるのかと。この時15歳ですね。で今私21歳なので、こんなに反響あったんだと思ってすごい嬉しかったですね。私が携われたことがすごい嬉しく思います。なんでアドリブ入れなかった？無理よ、そんなの。もう、お姉さん立ってますね。日本を代表する造船会社なんだけど、これだけ地元に密着している企業っていうことを、そこに関わる人を通してで伝えるっていうことが一番やりたかったこと。本当に若い人と女性がいっぱいいらっしゃる会社だなとは思いました。そういうなんか力みたいなのがこれから表現できるといいなと思いますけどね。この規模だともうビル以外見たことないですね。これ映像だと伝わらない大きさですよね。これ数ミリずれても性能が変わっちゃうって、こんな大きいのにプラモより難しいっていう。お父さんすごいね。普通だよ。はい、いただきました。はい、キラキラや。はい、いくよ。今治造船の新 CM、 ぜひ皆さんご覧ください。船作るってすごいね。はい、カット。